育春別駅は、かつて、北海道三笠市育春別町一丁目に置かれていた、北海道旅客鉄道ホロ内線の駅である、電報略号は育。ホロ内線の廃止に伴い、1987年7月13日に廃駅となった。1976年の育春別駅と、周囲 1km 範囲、左が岩見沢方面。 すぐ南を行く春別川が西へ流れ、右端上流側では、北から本別川が合流する。単式ホーム一面一線、駅舎横の貨物ホームに引き込み線、駅裏に5から六本の仕分け線、外側に転車台の残る木回し線を有する。各線は、右方駅端で一旦合流した後三本に分かれ、再び合流して、折り返し線となって、長く伸びている。 三笠から育春別まで延伸する要因となった北端育春別炭鉱は写真右端、育春別川を挟んだ川向かいにあった。液炭の折り返し線は元来この炭鉱の石炭積み込み線であり、ホッパーが設けられて川向かいからコンベアで運ばれた石炭がここで貨車に積まれた。1957年の閉山から約20年が経ち、その痕跡はほとんど残されていない。 岩見沢方分岐点付近から上へ180度近いカーブを描いているのは、この写真の5年前に閉山した住友本別炭鉱の専用線で炭鉱設備や軌道跡が残されている。またその分岐点の先の木々の影になっているあたりから、左端側沿いに見える、営林所管轄のストックヤード中央へ向かって、引き込み線が伸びていたが、すでに撤去されて久しく、 こちらは、軌道跡が、あぜ道等に転用されている。このヤードへは、昭和30年まで、育春別森林鉄道が敷かれていた。国土交通省国土画像情報をもとに、作成官営ホロ内鉄道育春別支線は、ホロふ太市駅より1マイル延伸しただけで建設を、中断し放置されていたが、育春別からの出端及び販売を当初から、目標として掲げ、 当鉄道の業務を委託された北勇者によって延伸開業された。当初は空地集時間の囚人が炭鉱労駅についていたため出炭駅である当駅やホロナ駅の一般人の利用は多くなかったが、集時間の廃止による一般人の採用や育春別炭鉱の最短量増加、本別炭鉱の開発により周辺人口が増えたこともあり利用客が徐々に増え、 特に戦後の増産体制によって一気に増加した。年間乗降客数は1958年度に746,441人を記録しており、ホロ内線では三笠駅に次いで多かった。一方貨物の方は2つの大手炭鉱を用していたため、取扱量は同線で最大で、1963年には発送量1316,213トンと、 ホロナイ駅の2倍以上を記録している。このため、貨車扱い要因が多く駅員数も最多で、特に戦時中は、女子採用者が、当駅が所在した地名より、アイヌ語の、イクスンペイ、に由来する。この名称はかつて対岸のポロモイに居住していた、アイヌたちが、この地方一帯を指して呼んでいたとされる。1882年前後のホロナイ村家生後から、 開拓者が入り始め、幾春別の当て字をつけていたが、1889年5月28日に、幾春別村が発足した際に、幾春別と改められ、駅名も変更された。廃止時点で、一面一線の単式ホームを有する、業務委託駅であった。北海道両角鉄道ホロ内線弥生駅。 育春別駅 ABCD1947 年撮影航空写真 USAM584 から 18ABCD1954 年測量2万5000分の一地形図育春別昭和32年までは住友本別炭鉱と北端育春別炭鉱昭和34年からは住友本別炭鉱と道や良い炭鉱出店は停車場変遷大辞典 国鉄、JR 編 2JTB 出版。ただし明確な転居によるものではなく、この日に尊名が変わったという理由のみ根拠としている。北海道炭鉱鉄道第1回報告明治22年、明治23年2月26日報告5ページでは、幾春別と記されているが、第2回報告明治23年上半期明治23年6月30日報告12ページからは、 育春別になっている。漢方1890年11月25日、鉄道庁違法、列車運転休止駅名がまだ、幾春別のまま。山形は明治40年倒産。その後に、日本工業、昭和2年12月から、住友合詞と所有者及び社名変遷。ABCDFGH e 三笠市、昭和46年3月発行。アイヌゴラテン本寺。 イクスンペットハット AB、アイヌご知名リスト HP1 から10、アイヌご知名リスト、北海道環境生活部アイヌ政策推進室、2017年10月20日閲覧、新三笠市、平成5年に1月発行 P32 等、ありがとうございます。